下川チャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルの下です。ということで今回はこちら、カンコレアーケードゴールデンウィークオリパー、神戸佐野宮にありますセブンドローさんにて購入してきました。ということで今回は1パック1000円カード2枚入りということで、超激アツ仕様と書いてございます。大当たりがですね、舞風の海中波、そして武蔵の航空賞付きでございます。まあ、武蔵ね、結局イベント全然出会えなかったですね。まずもう難しかったんでたどり着けもしなかったです。そしてその他主な当たりカード、鹿島の会とかですね、あと夕立会に村雨会のイベゲンのねグラフィックとか、あと結構イベントで出たキャラクターが多いですね。あとセブンドローさんは結構秋月をしてる感じなので、秋月とかも入ってるみたいです。他にもですね、この下とかにもイベントで出るキャラクターとか、この辺とかもいるみたいです。ということで今回は5パック買ってきました。確率表記がねこちらにございますので、10分の1の確率で当たるんですけれども、今回は5パックということで、まあちょっとどんな感じかな、開けてみたいと思います。はい、ということでカードが2枚入りということで、あ、両方とも裏向き、ありがたいですね。ではこっちから開けてみようかな。じゃん、おー、北上さんですね。そしてじゃん、あー、イカズチの中波。イカズチは結構いいんですけどね、北上さんも買いに出てるから、まあそんなになのかな。ちなみに確率の表記で言うと、中波が一番確率が高いものになってるので、まあこれが一応外れ枠になっているんじゃないかなと思います。まあ、最低でも中波出てくれたら私的には大満足ですね。では続いても開けていきましょう。じゃん、四季並の会。そしてじゃん、おー、高尾さんの中波でございますね。まあ、高尾さんとかこの辺のねキャラクター結構好きなんですよ。アタゴ高尾系なので結構まあ嬉しいんですけれども、まだ外れですね。当たり引きたいな。では続いて3パック目では行きましょう。じゃん、おー、千歳の甲ですね。そしてじゃん、おー、こちら、道代のカイホロでございます。まあ、カイホロだったら結構いいんじゃないでしょうか。まあ、カイホロがね、20口ということで、まあ、確率論上的には5分の1なので、ちょうどいい感じにはなっておりますね。いや、しかしここで諦められない。まだ、まだ上に行ける。まだ行けるんじゃないかな。では行きましょう。じゃん、あ、カゲロウホロ。では続いて、こっち期待したい。じゃん、おー、来たー。ありがとうございます。こちら、磯風でございます。あのですね、カンコレアーケードの動画を私の動画でしか見たことない人とかは、多分このキャラクター初めて見ると思うんですが、これこの春のイベントで出てきた新しいキャラクターですね。こちら、磯風というキャラクターになっております。しかしこの磯風は当たり一覧にはなかったということで、まあ、個人的に私はこの新しめのカード欲しかったので、超満足しております。ありがとうございます。多分これ確率表記的にはこの最新イベント感に当たるんじゃないかなと思います。いやー、よかった。磯風嬉しいな。ではラスト5パック目見ていきましょう。では、ラストもこちらから行きましょう。じゃん。おー、もがみの会。まだいける。まだいけるぞ。じゃん。霧島の中波ということになりました。はい、ということで本日はカンコレアーケードゴールデンウィークオリパーセブンドローさんにて5000円分買ってきた結果、こんな感じでございました。ということで大当たりは引けずということになってしまいましたが、まあこちらのね磯風が出てくれたので私的には結構満足しております。そしてまあその次の当たりっぽいのが道潮の貝ホロ、そして残りは中波、そして貝の丸とホロって感じになっておりますね。まあこの辺はちょっとやっぱ外れ枠にはなってしまうんですけれども、今回ですねこの当たり枠と海中波が20口含まれていたので、まあ、5分の1の確率で、まあ私が引けなかったというのがちょっと残念なところではありました。まあ、しかしながらね、セブンドローさん結構私相性良かったりするので、またね、次のゴールデンウィーク過ぎた夏のオリパなどにもね、たくさん注目していきたいと思っております。ということでゴールデンウィークからしばらく経ってしまったんですが、これからも5月病にならないように、じゃんじゃかオリパ開封していきたいと思います。ということで本日もご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでした。